悩み相談。はい。なんか立て続けにまた商品の方じゃねえわ、本ですね。こちらもう7年前ぐらいですかね、出したんですけど、僕の本でございます。こちらの方を買っていただいた方からお悩みいただいております。ありがとうございます。こちらね、あの超特典っていうね、100時間を超える動画の方をプレゼントしております。はい、あのバージョンアップもしてますから、はい、うん、すごい時間あります無料であげてます。はい、で今回ね、あのまあ基本的にですね、この超特典ですよこの超特典が欲しいあまりに適当に書く人もまあまあいるんですけど、今回はめちゃくちゃ真剣に書いていただいております。結構ね、多いのが一言ですね。悩みを教えてくださいってあのアンケートを取ってるんですけど、一言みたいなね一言が多いんですけど、今回長文でいただいております。ありがとうございます。はい、お世話になっておりますと。初めて購入した吉田社の商品がこの情報商材完全バイブルでしたと。今まで出会った本の中で最高級のクオリティでした。そこらの本とは比較にできないくらい濃い、分かりやすかったです。これからも活用させていただきますということで、ありがとうございます。まあ、僕の見解から言わせていただくと、今までどれだけのクオリティのものを買ってきたんだっていうねまあすいません、多分僕よりすごい本いっぱいあると思いますよ。すいません、僕より有名な本いっぱいありますし、もう何十年何百年、だから孫子の兵法おすすめですね。孫子の兵法はね、もう何千年の歴史語り継がれてる、めちゃめちゃ有名ないい本だと思います。まああれは難しすぎて読めないので、まあなんかそのなんだ、略されてるやつがいいと思うんですけど孫子の兵法いいですよ。はい、それではお悩みをお伝えさせていただきます。僕の悩みは、今現在 YouTube を1日2本アップロードしているのですが、果たしてこんな動画を出し続けて濃い見込み客に育てていくことができるのかという不安があります。動画はノー編集で、分野はダイエットです。サムネイルやタイトルはいろいろ試して反応の良し悪しをストックしているので、そこはいいのですが、内容が今のままでいいのか疑問が残ります。具体的にはダイエットとは関係なさそうな日常の出来事からダイエットにつなげて話したり、ダイエットの悩みを例え事例や加えて解決し、事例を、踏まえて解決したり、トレンド動画だったり、また企画動画ではありませんと。YouTube 始めて2ヶ月ぐらい経ちますが、チャンネル登録は8人です。ノウハウ系を多く出しすぎると、クレクレ星人が集まると思ってマインド系を多く出すのですが、反応は悪いです。時々ノウハウ系を出すとやっぱり反応がいいです。DRM なので登録者数が全てではないと思いますが、このままあらゆるキーワードを網羅しながら動画をアップしていくのか、それとも方向性を変えていけばいいのか、その部分がわからないので教えていただけると幸いです。ただ一つ、他のダイエット発信者には動画本数で負けたくないので、まずは1万本を目指し、頑張りますと。1日2本じゃ勝てないので、できないので3本にしていきます。それでも10年ぐらいかかりますと。でも頑張ります。よろしくお願いします。ということで。まあなんかね、YouTube のリンクの方もこれ貼っていただいてるんですけど、まあ結論ダメっすね。全然ダメっすね。これダイエットである、僕がもしダイエットで行くんだったらですよ、ダイエットで行くんだったら、まあ、完全に 今すぐ使えるエクササイズの、コンテンツをアップしますね。今使えるエクササイズの、コンテンツ、どういうふうにそのエクササイズするのかっていう、まあこの中山きんに君とかもねよくやってますけども、まあ中山きんに君はね芸能人だし、今までテレビも出てきたしっていう話だかもしれないんで、まあ僕の塾生さんで事例があります。このまなみチェンネルさんですかね、まなみチェンネルさんっていう、パーソナルトレーナーやってる方なんですけど、この方ももうほぼ一緒ですね、ほぼ一緒。まあ、ここでいただいた内容、 YouTube をね最初始めるってなったんですけども、まあ岡山でその実際店舗やってるんですよ。だけどもうさすがに店舗でこうやっていくのはしんどいから、ネットでなんかできないかっていうところで、まあ僕の塾入っていただいて、でそれでまあ YouTube 始めたんですけど、最初もう全く同じですね。こんな私の動画誰が見てくれるのみたいな、もう全く一緒ですね。こんな動画で再生数もね、
ね、数回とか数十回ですよ、最初アップしてもね。うん、でその中でまあじゃあいろいろアドバイスしてったわけですよ。まあ僕はパーソナルトレーナーでもありません、ね、ダイエットを教える人でもありません。そんな僕がこんな動画撮っていけばいいよって言ってアドバイスしていた、アドバイスしていった結果、なんとチャンネル登録10万人になりました。で一番回ってる動画は100万回超えてます。一番回ってる動画は100万回超えてます。で、まあ、それでまあリストを取って、当時ですねやってた時は多分ね LINE が8000人ぐらい取れたかな。 LINE は8000人ぐらい取れてたと思います、リストね。であとはまあコンテンツビジネスもやって何千万っていう売り上げ作りました。でその後物販に行きました。だから今は物販なんですよ。プロテインを開発して、もうプロテインを売るみたいな感じなんで、まあちょっとコンテンツビジネスやった後、まあ、もうコンテンツビジネス卒業して、もう物販ですよね。プロテイン、自社の商品を作ってね今売ってます。であとはそのセラ、今はそのなんだろうな、セラピスト育成講座というか、その教える人を育成するみたいなことやってますね。今まではそのお客さんにそのハウツーみたいなのをこうやってたんですけど、じゃなくてその先生を育てるみたいなことをやってます。だプロテインっていう物販を、自社の商品を開発して売ったりとか、先生資格、先生になりませんかみたいな感じでやってますね、うん、でまあまあそのまなみチャンネルさんの動画も見ていただければ分かると思うんですけど、まあここにもね一応メッセージね、今自分でテストしてるから反応出てるってことなんですけど、やっぱそのなんですかね、そのハウツーなんですよ。ハウツーでマインドってそんな聞きたくないので、そうですね、マインド聞きたくないです最初から、まあ、そもそもこのクレクレ星人っていうのが、自分自身もクレクレ星人じゃないですかっていう、吉谷さんいや濃い見込み客が欲しいんです、濃い見込み客をクレクレみたいなね、濃い見込み客をクレクレみたいな、すいません、全人類全員クレクレ星人です最初はね。おっぱいくれっていうね、最初はおっぱいクレクレ星人です母ちゃんおっぱいくれっていうね、みんなくれくれ成人です。でこのマインドが重要だなっていうふうに、まあもう多分勉強されてるのでマインドが重要だなっていうところは理解してると思うんですけど、自分自身も最初からマインド知らないと思いますし、マインドがどれだけ重要なのかっていうのを理解しなかっただろうし、じゃあそれ小学校の時から、まあ小学校はもう低すぎかな、最初からマインドが重要だって分かってましたっていう、多分マインドが最初から重要って分かってる人まあまあいないですよ。いろんな失敗とかいろんな経験してきて、あ、いや、なんで俺ってうまくいかないんだろうっていうのをなんかいろいろやっていくと、あ、これってマインドじゃないみたいになってくるわけですよ。だから最初からマインド行く人ってほぼいないですよ。だから大事なのはお客さんが求めてる得たいものですよね。お客さんが求めてる得たいものっていうのは、例えばこれダイエットだったら痩せたいってことですよね。じゃあどうやって痩せるなんですよ。ハウツーなんですよね。どうやって痩せますかっていう、こういうエクササイズありますって話ですよね。腹筋割りたい、中山きんに君も腹筋のやつ何千万回回ってたかな。腹筋割りたいですよ、こういう腹筋のトレーニングありますよ、なんですよ。わかります？だからお客さんが欲しいものを訴求していく、それでフックさせる、でこっからが DRM なんですよ。要はお客さんが求めてる結果で、まあ釣ります。でそれでリストを取ります。でそのリストを取ってステップメールとかで教育して、なぜあなたがダイエットで今までうまくいかなかったのか、なぜいろんなダイエット本を買ってもうまくいかなかったのか、なぜ今までいろんなダイエットの機材を買ってもうまくいかなかったのか、その理由はこれが原因です、その原因は考え方です、なぜ考え方とダイエットが関係あるのか、こうですこうですこうです、例えばこうです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 とかね、そういう感じで教育していくわけですよ、ね、別にステップメールとかで自動で教育できるわけじゃないですか。で教育してって、あ、マインドが大事なんだなっていうところで、クレクレ星人から、あ、マインド大事なんだっていうところに気づかせてあげるってことですね。なるほどと、私がうまくいかなかったのはそこだったんだ、あ、この人はなんか私が気づかなかったことを教えてくれたみたいな感じですね。でそこで自分に興味持ってもらったりとかすると、あ、この人の有料興味あるなとかもなってくるわけですよ。だいたいそのお客さんが自分の、あ、そう、一般の人がですよ、一般の人がそのお客さんになるフックって、
もう大体もう共通なんですよ。共通です。どういうことかっていうと、何かそのメリットを感じるとかね、その人の何かを聞いたりとか、そのなんか、話を聞いたりとか、まあ、文章を読んだりとか、メリットを感じるですね。メリットを感じないものって人動かないのでメリットを感じないものね。だからメリットを感じるとか、なんか新しい発見があるとかね、あ、それそうだったのかみたいなね、今までうまくいかなかったのはそういうことかとかね、あ、そんな稼ぎ方があるんですかとかね、新しい発見ですよね、うん、だからそのメリットがあるのか、新しい発見、気づきがあるのかとか、まあ、そういう感じなんですよ。それがあると、うん、どんどんこのお客さんになってくるってことですね、うん、だけどなんだろうな、最初はお客さんがそのなんだろう、欲しいものっていうのは今すぐこうしたいとかね、なんかそのやっぱハウツーなんですよね。まあここでも書いてありますけど、だからそのしっかりとダイエットの、やつであるならば、しっかりとそのダイエットに関するハウツーの、コンテンツをしっかり提供するとですね、無料で。あ、で無料でお客さんが、あ、なるほど、この人、あ、これいいなと、もっとちょっとで、そこでリストを取ってね、なんかセブンデイプログラムとかね、短期集中ダイエットプログラム無料講座セブンデイズと、ね、このセブンデイズ受けるとこんな体が変化しますよと、無料でやってますよみたいな、っていうのをまたオファーするわけですよね。うん、でそれでリスト登録してもらって、その教育の中で、まあ、講義もあるし、そのマインドのね教育とかもすればいいだろうし、うん、なのでまあ、あのダイエット本とかも全部そうなんですけど、僕ね、中山きんに君がね、あの本当に、まあ、中山きんに君って結構その自分をこう追い込むイメージはあったんですよ、僕ね。どうですか、中山きんに君って結構まあ追い込んでるイメージあるんですけど、と、まあ、なんかその筋肉命みたいな、筋肉とこの友達みたいな、追い込んでるイメージがあるんですけど、中山きんに君が今年だったかな、去年か今年出した本で、あの世界一楽な本みたいな、なんだっけな、中山筋肉、筋肉の本ですね、本、今年出したかな、はい、あ、ありましたね、世界一楽なゼロパワーダイエットですね。ゼロパワーダイエットですかみたいな、パワー 100% みたいな感じなのに、中山きんに君式世界一楽なゼロパワーダイエットと、気力ゼロでもスッキリボディ、1回30秒以内で超楽しい、マジかと。いや本当にね、これ昔からダイエット系はもう変わんないんですよ、訴求が。だからここにやっぱ素直に乗っかっていくっていうことが大事ですね。うん、やっぱね、そのダイエットしたい人にマインドが大事だよって言っても伝わんないんですよ、最初からはね。ただ教育していけば、あ、確かにとかね、いろんな事例とかいろんな例え話とかね、今まであなたはこういう考え方だったからこうなってこうなって、例えばこういう考え方だったからこういう商品、こういう通販番組で電話しまくったりとか、クリックして買いまくって聞きませんでしたかとかね、なんかその段階層でこう教育していけばいいので、そこはね、最初はお客さんが求めてる得たい結果に、フォーカスして、やっていくってことが大事ですね。僕は中山きんに君の本を見て、やっぱりそうだなっていうのはね、また確信、まあいつも確信してるんですけど、やっぱそうだよねっていう話です。やっぱそこ大事だよねっていう。要はそのマーケティング的な大事なところと、自分が伝えたい本当に大事なところって違うんですよ。すいません、これね。本当に大切な本質とマーケティング的なメッセージの大事なところって違うんですよね。だからこれを一緒に考えちゃうと、あんま良くないですね。要は
自分はすげえいい話だったりとか、自分はいいと思ってるんだけどお客さんにはいいって伝わらないんですよね、だからここが厄介で、これ自分はこういいと思ってるんだけどなんでこれ気づいてくれないのみたいな話なんですよ。いやこれめっちゃ大事なのにな、このマインドセットとか。ダイエットできない人ってみんなこういう考え方なのに、なんでこれ聞かないのみたいな、でそれは分かるんだけど、それは分かるんだけど、マーケティングメッセージっていうのは、例えばダイエットでも当たり前なんですけど、ランニング1日100キロしましょうみたいな、まあ分かりやすい例ですよ。1日5分なんか乗るだけなのか、1日5分なんかボールに乗るだけなのか、昔乗馬みたいなね、乗馬に乗るだけみたいなのありましたけど、乗るだけで体幹が鍛えられますみたいな乗馬っていうのがあったんですよ。バカ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 みたいないろいろ手を返しなおかいいっぱいいろいろ売るなと思ってたんですけど、乗るだけでみたいな、体幹も鍛えられますと、お腹も勝手にで、その科学的にどうのこうのとかねっていうのが商品としてあります。じゃあこっちの商品は、じゃあ1日100キロねランニングしましょうっていう商品があるとするじゃないですか、もう絶対こっちじゃないですか、乗るだけなんでそう、だからまあそこにその訴求するようなコンテンツをしっかりとアップしていくってことが大事ですね。だあとはその、知られなければ知らないので、自分を知ってもらわなければね、自分を知ってもらわなければそもそもそのリストも登録無理だし、商品も売ることは無理じゃないですか。知らない人の商品買えないので、だから全振りでそっちに寄せる、まずは全振りでそっちに寄せるってことです。で僕はなんで別にマインドの話とかこうできてるのかっていうと、もうこの YouTube チャンネルもう7年ぐらいやってるんですよ。7年ぐらいかこのチャンネルはね。でもう僕の固定ファンいてるんですよ。わかります？固定ファンがいて、じゃあその固定ファンの人たちっていうのはなぜファンになったのかっていうと、その過程の中でマインドが大事だよねとかいろいろな気づき発見があったから、まあ僕が、まあ、逆に言うともう固定ファンの方が割合多いんですよ。僕が商品売ると売り上げのほぼ9割はリピートなんですよ。で1割新規ですでもうお客さんがいてるんですよ僕は。でお客さんがいてるからマインドの商品も売れるんですよ。でそのお客さんも新規ではなく、もう既存のお客さん、もう一定の僕の、なんか話をいろいろ聞いてる、だからマインドの重要性とかも理解してる、だから売れるんですよ。だけどこれからお客さんを集めていく、今固定のファンのお客さんいてますか？今固定のファンのお客さんいてますか？リピートしてライフタイムバリュー高いお客さんいてますか？リピートして何度も買ってくれるお客さんいてますか？いてないんだったら新規でまず取っていくっていう段階じゃないですか。で新規で取っていくんだったら、まず 100% 全振りでそっちのマーケティングメッセージ性の強い、まあ本当に本ダイエット系の本は全部こういう感じのメッセージ性ですけど、そっちにできるだけ寄せていく。しかもハウツー、その無料を見ただけで、あこうやってなんかいいトレーニング方法聞けたなとか、あこういうトレーニング方法あるんだとかね、そういうことをもう全振りでやるべきですね。でリストを取っていきます。でリストを取っていってファンになっていった、リピートにするお客さんも増えてきた、そしたら表上でもね、別にそのマインドのね動画とかでもいいでしょうね。だってもう既存のお客さんリピートいるわけですから、新規を取らなくてももはやそのコンテンツっていうのは、あそうそうそれ聞きたかったんだよと、 メールマガジンでねそれ言ってたなと、それ聞きたかったと。だから教育済みのお客さんに対して、そのマインドのね話を公開することによって、逆に見てくれてるファンの人に対してこういいものがまた提供できるってことなんですよ。だから新規を獲得する上ではもう完全に振った方がいいですね。もう10割です。もう10割ぐらい振った方がいいと思う。まあ9割か9割でもいいですけど、まあもちろんねマインドもちょっと入れてもいいですけど、でもそれぐらいの割合です。極端に言うともう10割マーケティングの方に寄るか、もしくは1割マインドを入れて9割マーケティングの方に寄るかっていう、それぐらいの割合でやるべきですね。だからまあこの動画本数やるのはいいんですけども、全然いいんですよ、全然やっていただいてもいいんですけども、ダイエット系のコンテンツを扱ってるけども、それがなかったらダメなんで、やっぱり。
逆に何だろうな、逆にその自分のこのメディア、この自分のこの無料のメディアだけで、この無料のメディアだけでもはやお客さんに結果出させるみたいなぐらいのマインドセットですね。この僕の YouTube を見てくれるだけでもう痩せられますよみたいな、もう濃いコンテンツがあるってことです。あ、このチャンネルのこの人は、あ、なんだこの動画すごいいいなと、でこれをトレーニングするだけで痩せられるっていうぐらいの、もうそういうチャンネルを作ってしまうってことが大事ですね。でこんな話するとね、無料でそんだけ出してね、売れないんじゃないかってなるじゃないですか。売れるんで大丈夫です。売れるから大丈夫です。売れるんで大丈夫です。で逆に言うとそっちの方が濃くなるんで、濃くなるんですよ。要はもう毎回その YouTube チャンネル見て、こうやって一緒にこうやって、あ、こうやってトレーニングするんだった、今日もよろしくお願いしますみたいな、でどんどん濃くなってくるんですよ。で濃くなってって、もっと上に行くと、あのこの人の有料受けてみたいっていう風になってくるので、結局濃くなるんですよ。わかります？だからこれね、昔ね面白い話があってこれ何分だ今、昔ねですね、昔っていうか今もいてますけど、あの鴨頭さんっていう人がいてるんですよね。まあ、今もいてると思いますけど、まあ一回結構ブワーになったんですけど、で鴨頭さんってその有料の講演をね、もう無料で全部出してたんですよ。全部有料の講演ですよ。有料の講演ですよ。お金もらった有料のやつを、普通だったら有料でやってるわけですから、ウェブでもし売るんだったら DVD にしてそれを有料で売るとかじゃないですか。お客さんからお金もらっているコンテンツを、あ、お客さんからお金もらっているその講演を映像で撮って、でそれを全部無料で流すみたいな、まあ同業者からね、お前何やってんだみたいなね、それただで流してどうすんのみたいなっていうことを言われてたらしいんですけど、結果的にどうなったかっていうと、カモさんに会いたいですみたいな、ね、カモさん、あの YouTube で話してた、あの もはや講演の依頼もね、講演の依頼もカモさん、あの YouTube でやってた、あのあそこの学校でやっていた講演をうちでも生でやってくれませんかみたいなね。どうすか、もはや YouTube で見たその講演と全く一緒の話をうちの学校でもしてくれませんかみたいなね。一緒でいいのみたいな、でその話を、聞かせたいみたいなね。なんだろうな、例えばその AKB とかもそう、 AKB は古いか、古いですかね、なんかそのプロモーション PV で全部出しちゃってるじゃないですか。どうすか、まあ音楽の、今なんか YouTube でね、音楽のプロモーション PV なんかもう全部出てますよ。全部出てる。別に CD 買わなくても聴けるんですよ、別に。CD 買わなくても AKB の歌聴けますよ。だけど、濃い人は会いに来るんですよ。濃い人はグッズ買うんですよ。わかります？じゃあなんで濃くなるんですかって話ですよね。なぜ濃くなるんですか？それ出してるからですよ。出してるからです。ねえ。そういう情報出してるからじゃないですか？小出しにしてないですよね。出せるとこ出してますよね。で、特にこれダイエット系のそのパーソナルトレーニングとか、そのなんかそのなんだ、自分の持ってる商品がそのカスタマイズ性に優れてる商品じゃないですか。ダイエット、パーソナルトレーニングっていうのはね。だから一般向けのものを出したとしても問題ないですよ。だってその人に合ったトレーニングしますよっていう、多分有料のプログラムはそういう感じだと思うんで、その人に合った、その人にヒアリングして、その人の 体質とか体型とか、その人に合った、パーソナルなトレーニングを提案するっていう商品であるならば、もう本当に関係なくなってくるし、そんな感じですかね。はい、だからまあマインドセットとしては、あのそもそも自分が濃い見込み客が欲しいというクレクレ星人じゃないのかみたいなね、お前がクレクレ星人じゃないのかみたいなね、濃い客が欲しいですっていう、あのみんな薄いです、みんなね髪の毛も薄いんですよ、ね、みんな薄く生まれてるんです、そうおっぱいくれって生まれてるんですよ。最初からその
あのないので、それは自分で気づかせてあげる、発見させていくっていうことが大事ですから、それはまあ裏でやればいいので、表上はおっぱいです。表上はおっぱいを出せって話です。そう、おっぱいを出せってことです。な感じですかね。はい、だからまあ、あの、あ、そうそう、マインドセットとしては、僕のチャンネルを見てもらえば、僕のこの YouTube チャンネルを見てもらえば、この YouTube チャンネルだけで結果出るよっていうぐらいのマインドセットで、いろんなトレーニング方法とか食事方法とか、そのダイエットに直接、そのダイエットにこう、あのリンクするコンテンツですね、それをひたすらアップするべきです。うん、はい、それでやってくださいな感じですかね。今のままだったら多分無理、難しいですよ、無理。今の YouTube チャンネルの運用の仕方だったら無理ですよ多分。うん、これでやってったら、うん、はい。カスタムサムネイルもね、多分なんか見てると作れそうなんで、いろいろとだからあとは動画の内容ですね。うん、そう、はい、でそこをちょっと意識してやっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、あとね、僕の塾生さんでもう同じような、もう全くこれと同じような感じで、最初初動これですよ、初動これでチャンネル登録10万までいった女性の方いらっしゃいますので、まなみチェンネルさんですね。まあ、この方も先ほど言った通り一番回ってるのはハウツーです。うん、でも最初は動画慣れする上でカメラに向かっていろいろ喋るっていうこともやってたんですよ。最初は動画慣れていきましょうって全くやったことなかったんで、でそこから動画慣れしていきましょう、でその後じゃあアクセス集めていく、今後運営していくために次のステージとしてこういう訴求でやっていきましょうみたいな感じだったんで、うん、はい、な感じですかね。はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。